これだけモンスターを誘導すれば、そろそろ女神たちも来るはずちゅ。ぎゅっぎゅっ、罠とも知らずにやってきたっちゅね。思ってた以上の数ね。皆さん、大丈夫でしょうか。怪我とかしてなければいいですけど。やっと来たっちゅね。ああ、ダソネズミ。まさか、あんたがこれを？オイラが盗みしかできないと思ったら大間違いっちゅよ。オイラから溢れ出るカリスマと IQ250 の頭脳にかかれば、モンスターたちにこの町を襲わせるなんて朝飯前っちゅ。 IQ250 ですか。キュッキュッ、コンパちゃんも驚いてるみたいっちゅね。これはオイラへの好感度爆上げっちゅ。きっと私頭のいい人大好きです。ネズミさん結婚してくださいな展開間違いないちゅー。ところでアイちゃん、 IQ250 ってどのくらい頭がいいんですか。ズコー。そうね、人間の場合は結構頭がいい部類に入るんだけど、ネズミの場合はその10分の1なんじゃないかしら。なんだです、驚いて損したです。じゃあネズミさんはおバカなんですね。コンパちゃんにバカって言われたっきゅ。うわ、見ててかわいそうになるくらい本気でへこんでる。何を今さら、何回捕まっても悪さをやめない時点で筋金入りのバカじゃない。バカバカうるさいっちゅ。お前らの方こそこんな簡単な陽動に引っかかるなんてよっぽどのバカっちゅ。陽動しまったっちゅ。へえ、おかしいと思ってたけどやっぱり狙いがあったのね。ネプコ、コンパ、このネズミを捕まえて吐かせるわよ。獲物は誰かしら。取った。さあ行くわよ。メーカーに落ちなさい。もらった。任せてもらおう。あぶって、ネズミしてやんよ。何をしようか。そこだね。ほら、任せてもらおう。やめるっちょ。そこだね。いいか。この調子でどんどん強くなる。やっぱり。さあ、洗いざらいは。チュッチュッチュッ。そんなことをしていると、お前らの大切なゲーム機がどうなっても。ゲーム機？まさか狙いはそれだったの？やっと気づいたっちゅね。
オイラの役目はお前らを教会から遠ざけることっちゅ。まんまと引っかかったっちゅね。やばいよ、アイちゃん、早く教会に戻らなきゃ。さっきから話の内容が見えないんだけど、なんであんたが動揺してるわけ？こいつの話がその通りなら、ネプコがこいつらの探してる渦巻きマークのゲーム機を持ってることに持ってることになるんじゃなくて、持っては？ほら、ずっと前に私が拾ってきて、ネプギアがしゅバカ、なんでそんな大事なことを今まで黙ってたのよ。だって、なかなか言い出すタイミングがなくって。アイちゃん、ネプネプを叱っても仕方ないです。早く教会に戻るです。そうね、モンスターもあらかた片付いたみたいだし。けど問題はこいつよね。警察に連れて行くのももったいないし、いっそのことここに埋めちゃう。うわー、アイちゃんが今までにないくらいブラックだ。そりゃあ何度も人の行為を裏切られちゃ、さすがの私も怒るわよ。それがコンパのことになるとなおさらだしね。はい、別にコンパだけとけど、早くネズミさんをとならさっさと埋めましょう。ネプコ、スコップ持ってきて。キュー、生き埋めだけは勘弁キュー。コンパちゃん、助けてほしいキュー。ごめんなさい、ネズミさん。私、もうネズミさんをかばってあげられないです。そんな、もしかしてオイラが脱走したせいっちゅか？違うです。ゲーム機を盗むためだけにこんなに街をめちゃくちゃにして、たくさんの人に怪我をさせるなんて、そんな人私大嫌いです。ゴー！おお、効果は抜群だ。嫌い、コンパちゃんがオイラを嫌い、しかも大嫌い、嫌いより嫌い。思った以上にショックを受けてるわね。嫌い。逃げられた。てか早っ。まさにこれが失恋の痛みの速さ。アイちゃん、どうするですか？どうですか？しょうがない、あのネズミは諦めましょう。秘密結社が何を企んでいるかわからない以上、あのゲーム機を渡すわけにはいかないわ。例のゲーム機はあった？どうしよう！まったく
く。あんたが持ってるってことを話してくれれば防げたかもしれないのに。ごめんなさい。ま、過ぎたことを言っても仕方ないわ。まだ遠くに行ってないと思うし、探してみましょう。出てきたけど、確かにそうね。不審な人物なんて言ったらキリがないでしょうし。あら、あなたたち、こんなところ。おお、あなたは確かいつぞやの中古ゲームショップの店員さん。その説はお世話になりましたでしょ。おかげであの後盗まれた商品も戻ってきたんでしょ。戻ってこなければ最悪店を閉めていたところでしたわ。それは何よりだよ。こんなものしかないんだけど、お礼にうちの店の割引券をあげるでしょわ。おお、しかも6000クレジット以上お買い上げの時にかける 30% 割引券だ。証拠たくましいというか、ちゃっかりしてるというか。けどこれを私たちじゃなくて B 社にあげてくれないかな。泥棒ネズミを捕まえられたのは B 社のおかげなんだ。うん、そうだったでしょ。けどそれはあなたたちへのお礼だから、そのまま受け取ってほしいでしょ。 B 社様にはまた別のものを用意しますわ。ならこれはありがたくもらっちゃうね。そうだ、ダメ元で聞きたいんだけど、見慣れないゲーム機を持った怪しい人を見かけなかったかしら。見慣れないゲーム機ですよ。もしかして白くてオレンジ色の渦巻きマークがついたやつです。どうしてわかったですか。キュウコさんすごいです。中古ゲームショップの店員を甘く見ないでもらいたいですわ。これでも歴代のゲーム機は全て網羅しているんですのよ。そいつの見た目と向かっていた先を教えてくれない。私たちそいつを探してるの。いいですわよ。けど、この私が知らないあのゲーム機は何なんでしょうの。試作品にしてはちょっと古めのデザインで人気が入ってたでちゅち。それが、たまたま拾ったやつだから、私も詳しいことはわからないんだ。なら、取り戻した後、私に見せてくれない。これでも、昔はハード鑑定士2の2つ名で呼ばれていたんでちゅわ。フレストキック。ありがとう、フレスト仮面。よかった、僕の変身ベルトが戻ってきて。うん、せっかくお母さんに買ってもらったんだから、もう二度と盗まれちゃダメだよ。うん、わかった。ふぅ、今日はこれで5件目か。犯罪が減るどころか日に日に増えてる気がする。あの日まではそんなことなかったのに、どうしてこうなっちゃったんだろう。やっほー、 B ちゃん今日も調子良さそうだね。こら、ネプネプ、この姿の時はその名で呼んじゃダメ。今はプレスト仮面なの。ごめんごめん、ついうっかりしてたよ。で、そっちはどうだったの。羽田シティは大丈夫だった。もちろん、住民はみんな無事だって話したし、これで私たちの支持率がまた爆上げ間違いなしだよ。今はそれどころじゃないよ。ゲーム機が、まさか秘密結社。多分そうだと思う。なんかゲーム機を持ったそれっぽい人見かけなかった。そういう人は見てないな。
私も探すのを手伝ってあげる。手分けして探そう。確か中古の話だと、いかにも忍者って感じのロボットがこの先に向かっていったのよね。忍者、忍者。アイちゃん、もしかしてあいつじゃないかな。ほら、アイちゃんがドジ踏んだ時にマジコンドを助けに来たやつ。だからその言い方やめなさいって。こっちだって好きでドジ踏んだわけじゃないんだから。ごめんごめん。けどあいつが犯人なら見つけるのに好都合だわ。急ぎましょう。この俺とやり合おうと。誰を狙おうかしら。いっせー、家帰って落ちなさい。何をしようか、任せてもらおう。そこだに、ね、何だ、無理か。
のメニュー画面というところなんですね。私は IF ゲーム業界の一部なんだよ。覚えておきなさい。